どうもこんにちは、イコールです。やっと来た、ようやくこのパーティーを使う時が来たね。ちょっとまあ僕マネ武器足りないんで完璧じゃないんですけど、今回はウリエルループ使っていこうと思います。4ターンでスキルがね、使えるということは4体入れれば強い、終わりって感じはね、もうマジでもう安直な編成なんだけどね。でもこれ1個だけ言っておくとね、この辺で問題点があって、どういうところが問題かっていうと、相性のいいリーダーフレンドがあんまりいなくて、そう、ラオウ使うにも闇属性ないから HP 低いし、オメガ使うにも結構耐久力低いし、しかもウリエルで4枚使っちゃうからね、意外と強くないっていう結論に僕の中では至りました。いかがでしょうか。多分ウリエルは2枚ぐらいまでがちょうど強いと思います。ただせっかく4枚僕引いたんで使っていこうと思います。やっと使えるダンジョン来たね。クリスマスチャレンジで使っていきましょう。で、フレンドさんはね、今回サレネにマデ武器使っていくんだけど、今回列強化の数、まずこれラルグで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個、まあ、マデつけたら10個つけれるだけど、ね、ちょっと持ってないから10個。そしてウリエルでこれで12個ね、これで合計22。そしてこれ、はい、7足す8足す2で10個ね、32個。そしてこのサレネで42個。そしてこれで53個ね、これ11個だから53個。最後に9個で62個。やばくないですか、62個。なんで落ち込んだしばついてるんだろう。62個パーティーだよ、やばくない、やばい。いや、もういつ使おうかウキウキしたんだけど、今回初めて使っていこうと思います。いきましょう。リーダーラルグはね、列強化いっぱいあるから採用しました。まあ、とりあえず1列でいきましょう。とりあえず1列で列強化62個の火力ドーン、62個、5500入ってる。1列5500倍。これ待って、今何ダメージ、誰が一番軽く出るんだろう。ウリエルかサレネかな、わかんねえけど、サレネっぽいな。やばないこれ、2200万出んの、やばやばいなこれマジで。2200万出るっぽいっすね、1列で。もうこれあれじゃん、なんかさ、特にめんどくさいダンジョンじゃなかったらさ、普通にこれで一生周回できるよね。でもそう、これの弱点がね、そう、結局列強化詰めたらさ、火力上がる代わりにさ、ギミック耐性ないしさ、ギミック耐性いっぱい入れると火力が下がっちゃうからちょっと微妙になっちゃうっていうので、ね、結構意外と使いづらさこそあるものの、まあでも言っても強いね。こういうダンジョンならマジで強い。ちょっと難くないちょっと難くないこれなんか操作時間減ってない、減ってるわ。なんか難しいと思ったんだよ。でもまあちょっとこういうのに対してはね、少し弱いというね、まあ、弱点こそありますが、まあ完璧な存在なんていないってことだね。よし、オッケー。まあそう、リーダーフレンドでね、もうちょっと相性いいやつが来ればね、強いと思うんだけどね、今んところね、まともに使えるやつがサレネぐらいしかいなくてね、そうなるとちょっとね、どうしてもなんだろうな、耐久力の低さがもう目立っちゃうんだよね。そうで、なんかリーダーとしても微妙だなみたいな感じになっちゃって、サブもなんかなってなっちゃって、結構渋いなって感じはした。2列で8700万だってさ、やばっ。だからどちらかといえばやっぱ2枚ぐらい積んで、あとちゃんとギミック耐性補ってあげて、レッツプラス何かしらの火力で戦っていくのが強いと思う。でもね、この子あれとも多分ティワと組み合わせたらね、相当強いと思う。ティワと組み合わせて使ってあげればなかなかやばいんじゃないかな、ティワのサブとして。うん、サブとして使えると思う。ティワサレーネとかね、全然あるやと思う。耐久力ちょっと下がるから、まあサブ怖いけど全然強そうだね。てかもうなんかあれだね、このダンジョン、やっぱクリスマスチャレンジってだけあって簡単めになってるからさ、まあ、今のところもうウリエルが強いねしか感想がないんだけど。お、溜まったね、いろいろ。お、入植人か。じゃあこれちょっとソニア使おうか。でウリエル使えば落ち込んなしにできるんですね、便利。ちょっと2列組みたいからちゃんと列組む。あー、惜しいな、あと1列分。これでもう火力やばいしょ、さすがに2億4000万、強いなマジで。はい、9回走。ラスト花火打ちたいな。おっと、ちょっとコンボケーションやめて。ちょっとそれずるくない？ねえ、ちょそれずるい、それずるい。ねえ、1秒しかないんだけど？バカなの？ 1 秒パズルなんだけど、気づいたら。ねえ、ちょ、落ち込む。もうめんどくさいわー、ちょっとこれは違うわ、ずる。ワンチャンね、もうワンチャンね、あるまだある。ねえじゃんこれ
全然なかった。ロッコン盤面だった。そもそもあ7コンボ組めた、惜しい。もう強弱差があるから組めねえ。普通に体験しますか。はい、もう普通に黙って体験しよう。これが一番いいわ。はい、これ何コン盤面だろう。 OK、 7コン盤面だね。よーし、ちょっと予想外の下り方したけど、まあ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 、システムならではのね、まあこういうところもまあ可愛いなというね、まとめ方にしておきましょう。お、根性持ちじゃん。されに打ちたいからコンボ消しやめてほしいな。頼む。お、ダメージ向こう。マジ？ちょっと聞いてない、言ってないもんね。これ意外とでもいい感じなんじゃない、これで。お、意外といい、意外といい、意外といい。あ、ちょっと強い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 。いや、意外といい感じ、意外といい感じ。17分ぐらい、いや、いいぞ、悪くない。いや、これ完璧じゃない、調整やば。いい消したらやばい気がする。4コンボが完璧だわ、これ。やっぱシステムいいっすね。あー、サレーネ惜しい。あ、ちょっと、やめて、やめてやめて、ごめんなさい。5倍、あれおかしいな。なんかあれ、ちょっと予想と違うことになってる。あれ、さてはクリスマスチャレンジ意外的強い。やっぱ時代はオメガだね。あのオメガね、めちゃめちゃ強いんだよね、これマジ。まあ、あの列強化自体は減っちゃうんだけど、あちなみにこれカットするから安心してね。あの列強化の数自体は減っちゃうんだけど、オメガ使ってあげるとね、80体以上でもこんな感じで、まあ、火力は出なくもないから700万ぐらい出てるから、まあまあまあ悪くないって感じなんだけど、50体以下になると強いんだよね。でももう飽きたね。 OK、 これで火力がね、オメガがね、3億ぐらい、やばくない。そう、3億ぐらい出るからね、結構強いんだよオメガ。でもこれの弱点としては、やっぱ相方的なものがまずない、あんまりない。そう、相性いいキャラ、例えばねサレネとかも、これ HP50% 長寿じゃない限りはね、どっちも発動しないから、HP50% のこの長寿の状態だけサレネのリーダースキルもオメガの 50% 以下強化も乗るんだけど、その状態以外だと全く乗らないから使いづらいんだよね実際。例えば先生1回でも食らうともうそれで終わりだしね、回復しても終わりだし。まあ使いづらさこそは少しあるんだけど、まあでも全然使えるには使えると思うよ。で、待って、この子またあれじゃない、焦ったわ。そういや、あ、でもタイガーランページ溜まってるから使おう。やったぜ。でも最後 50% 以下にしてから殴りたいんだけどな。お、枝豆だ、いいね。2コンボ重ねで倒しておいて、ラストでも向こうからどうしようかな。オメガ溜まってないしな。サレーでオメガが一番良かったんだけど、オメガ溜まってないんだよね。耐久できないかな、耐久ワンチャン。正味サレーでオメガしたいよね、正直。でも結構火力高かったんだよね確か、この子。耐えれるかな。いや、2万7000か、結構シビアだな。意外と厳しいかもしれんね。1ヶ月にカットで、カットー。いや、多分これたまんないんで、たまんないんで倒しちゃいましょうか。はい、いや、ちょっとでもサレネ打ちたかった。でもしゃあないね。よっしゃ、ラストサレーネからのオメガ打って、ちょっと軽く見てみよっか。ちょっといろんな技を使ってね、耐久しました。はい、オメガ使ってこれでね、無効感組めるはずなんで、やってか組めるんで絶対に。いきましょう。はい、これでまあ、1列含む無効貫通の火力だけ最後見て終わりましょう。はい、これで火力オメガが17億ぐらいですね。まあ、こんぐらい出るんで、まあ、オメガに関しては無効貫プラス列できればやばいって感じかな。まあ、一応こんな感じがウリエルループの使い方だと思います。はい。ただまあ、今のところね、4体入れた実用性のある編成っていうのがね、かなり難しいかなって感じはした。こういう簡単なダンジョンじゃない限りはね。一応これクリアするとね、セイヤのパズラリースもらえる。でか、もう交換所とパズラパス押し間違えるの嫌なんだけど、マジで。そう、一応ね、クリスマスツリーのうちの5体中2体取れるんでね。まあ、もうすでに交換した人はドンマイって感じなんですけど。まあ一応パチャあるかなって感じです。はい、まあ今回はウリエルループを使ってみた動画でした。いかがだったでしょうか。まあね、ウリエルね、ループの分確保できなかったヤバミとか言ってた人ね、安心してください。そんな強くないから。まあただこの子に関しては2体ぐらいはマジでやばいぐらいぶっ壊れてるんで、
まあ1、2体できればまあ2体かな、確保しておけばまあ安心だと思う。3体以上はね結構使うの難しいかなって感じはしました。はい、まあということでね、今回の動画はねこの辺りで終わりにしようと思います。ということでよろしければチャンネル登録、高評価ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。